平日、陽子さんの手作り料理を食べることができます。そのため、健康面はバッチリです。心がけていることはどんなことですか？なるべく寮生さんとコミュニケーションが取れるようにしたいと思っております。先日も韓国のドラマが好きな学生さんがいて、この話で大いに盛り上がりました。